し,かしよく考えましたね、この村でこのビジネスを始めるっていうこと全くそれが歴史がなかったし <laughs>、はい、あの別の農業をやってたんですよねはいここみかんと林業と建設業のこの3つの産業が柱として町はまあ存続してたということですがどれも社用産業だったのでうまくいかないということで、まあ、だん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 こう人口が減って産業が衰退のまっただ中というところだったのでまあ やっぱりチャンスだということで、えー、まあ順調にこういってあるところに入り込むのはなかなか大変ですけれども、ものすごく落ちているところに、えー、から入っていって、えー、まあやっていくということは、まあ,あ外から来た人間にとってはまあ,あチャンスだなというふうに思いましたね。あ,あ、悪い状態ともなくてチャンスだと思って。<laughs> そうですね。まあもとそういう性格だっていうとあれですけれども、なんかこう。 今までのこの町というのが例えば全国的にみかんがいいよっていったみかん木がいいよっていった木を植えていくということで自分たちが主体的に取り組むということではなくて世の中の流れの中にまあいいからこうしようという形、まあ、どちらかというと事事的な産、まあ、仕事だったんですねそれがダメだっていうかやっぱり地域でなきゃできないっていうことを産業地域だからできる産業と。 それぞれの人や地域が主体性を持って取り組んでいくということがまあ大事だなというのはもうすごく強くまあその当時から思っていましたね。